皆さん、こんにちは。ニトロ Vlog、いつも見てくれてありがとう。さて、今日の動画ですが、アンバーニックの新製品 RG ナノについて発売日のお知らせと実機サンプルをご提供いただけたので、実機の開封、質感などこの動画でご確認いただければと思います。届いたと同時に何も考えずに撮影したので、雑な編集なんだけど許してね。それでは本編どうぞ。RG ナノのパッケージ、アンバーニック、おなじみの白箱ではないですね。イラストに金色のアウトライン、コンパクトなパッケージです。付属品は英語と中国語のユーザーズマニュアル。これはキーホルダーです。ちょっと安っぽいかな。これは USB-C のオーディオ変換ケーブルですね。あと USB-C ケーブル、いつもの黒いケーブルではなくて白ですね。スペックについて細かい説明は今回の動画では省きますが、チップセットはミオミニと同じで、初代プレイステーションなどが動作する性能ですね。スクリーン解像度は 240×240 で、アスペクト比は1対1のスクエアな画面になっています。不明だった厚みですが、測ってみたら 18mm でした。本気でゲームするには小さすぎるサイズだし、性能的には十分かもね。RG ナノのカラーラインナップは、ブルーとレッド、あとディープパープルの3色が準備されています。どの色も魅力的ですよね。皆さんはどの色が欲しいですかね？お待たせしました。RG ナノ本体をチェックしてみましょう。今回、私が選んだカラーは赤です。サイズ感もありますけど、可愛いとしか言いようがないです。金属シェルで質感も良いですね。重さは 75g しかありませんが、意外とずっしりと重量を感じます。背面の仕上がりも良いですね。ボタンを押した感触もしなやかで上質な感じがします。ただゲームの操作性は悪いでしょうね。あまりにも小さすぎますからね。あれ、 SD カードが入ってない。サンプル品でシステム SD カードを入れ忘れて発送したらしいんですよね。製品版にはちゃんと付属しています。ご安心ください。本体下部にスピーカー、少し右に寄ってるように見えるのが気になったかな。デザインがゲームボーイを小型化したって感じですが、質感はかなり良いですね。これは人気になりそうです。RG ナノの発売日ですが、日本では2023年6月13日
19時、アンバーニック公式サイトで発売が開始されます。気になる販売価格ですが、日本の価格が未発表なんですよね。ドル価格だと65ドルなので、おそらく9000円前後になりそうです。また、発売開始から48時間限定で、少し安価に入手できるみたいなので、欲しい人は48時間以内がおすすめです。送料が別にかかっちゃうので、やっぱり1万円ぐらいになるかな。専用ポーチも一緒に買うことをおすすめします。送料がまとまるからね。RG7 の販売ページは、公開されたら概要欄に掲載しますので、参考にしてくださいね。今回の動画は、アンバーニックの新製品 RG7 に関して、緊急で開封速報をお届けしました。はっきり言うと、ゲームプレイには全く向いてないですよ。テトリスなら楽しく遊べるかな。でも質感も良いし、変な魅力がありますね。皆さんは買えますかね。コメントで教えてください。これから本格的にいじってレビュー動画を公開したいと思っていますので、お楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょうね。じゃあ、またね。